はい。というわけで、始めまして、上半身シーラカンスと申しますということでね。はい。今回は、まあ、Z 補助技の使い方。パート3。パート3。パート3ですね。はい。Z 補助技の使い方、パート3ということで。今回、ちょっと注目したポケモンはこちらですね。ネコアラ。まあ、今までね、まあ、もともといたエルフーンだったり、オーロトだったり、過去にいたポケモン使ってましたが、今回は、新ポケモン、ネコアラ。こいつとちょっとね、いい相性のいい Z 補助技があったので、これをちょっと紹介してみようかなと思います。ということで、早速ね、ネッコアラ対戦の方にどうぞ。はい、というわけでやっていきましょう。どうぞね。フライゴンとライチュウか。ライチュウね、まあメテノはね、メテノでいいんですけども。さあ、メテノ。あ、でもこれ意外と刺さりは悪くねえな、ネッコアラ自体は。メテノとシャンデラの突破ルートですね。怪力だ。怪力だ。怪力、ネッコアラ。いや、でも、通りはネッコアラでいいから、ネッコアラ出して怪力は2発目がきついか。そうですね。ゴローニャ、怪力、ネッコアラ。これが一番いいんじゃないでしょうか。初手、どうしよう。初手がな、結構可能性として初手ドヒドイデみたいのがあると、まあちょっとあれですけども、ただね、まあいいでしょう。対戦よろしくお願いいたしますとってね、初手ドヒドイデではないと。メテノ、なるほど。メテノメテノですね。メテノリミットシール。まあいいでしょう。から破ってくるか、なんかしてくるか。まあ、ステロも行きましょう、まず。から破ってくるのかな。引っ込める。はい。ドヒドイで、やっぱ持ってたか。トーチカがちょっと厄介か。はい、ステルスワーク。トーチカされる、ここで。トーチカが飛んでくると思うんで、まあ一応ロックブラスト取っていきますと。ああ、なるほど。トーチカではない。普通に水当たってきたわ。どんぐらい入る？2発。毒菱の方。なるほど、そういうタイプか。毒菱だったらもう一発毒菱打つでしょ。トーチカ。多分毒菱も一発打つと思うんで。雷の方を取ってきます。はい。半分入るか。おいで。多分次、トーチカ打ってきますね、これね。アクアブレイク。アクアブレイクならカウンターしてよ。あ、これか。オッケー。さよならと。どうすっかな。あ、シャンデラいる。オッケー。シャンデラ突破ルートに一応、怪力いるから、まあ大丈夫だと思うんですけど、ここはとりあえずロックブラストですね。何打ってくる？エナジーボール？シャドーボール？裏の通りもいいです。ああ、でも結構ノーマルタイプ多いから打ってくるか。オッケー。ロックブラストでまずチャンデラー突破と。これで、ネッコアラの通りはある程度良くなった。もうネッコアラっていうか、ゴローニャが強いみたいな動画になってますよね、だんだんね。いや、ゴローニャ強いんですよ。本当に、ドヒドイで。さっきトーチ、あれ再生力ね。オッケー。さっきあれでトーチカ見てるからな。トーチカ打つのかな。トーチカあったら打つよね。あ、でもアクアブレイクが安定か、トーチカ打つ理由があるのか。トーチカしてくる可能性は、オッケー。カイナリパンチを当てられると。落とせない。まあいいですね。アクアブレイク。はい。ただ、うちのね、ネッコアラは、毒菱効きませんからね。そこがまずでかいところ。はい、回復する。裏がメテノだよな。OK、ネッコアラ。まずね、ネッコアラにその毒菱というのが、まあそもそも効かないと。絶対眠り。んで、どうすっかな。不意打ちは、こんだけ補助技持ってるとね、通り悪いですからね。トーチカ持ってると、まあ厄介ではあるけども、行きましょう。セットネオと。
まあ、絶倒のことはね、まあ、見てもらえば分かると思うんですが、まあ、急所率が上がるって書いてると思うんですけども、まあ、実際それプラスでね、そうなんですよ。選ばれた技が、絶倒技になるんですよ。で、急所率上がってるんで、結構急所に当たりやすい絶倒技が打てるっていうね。そこが、ネコアラの強さ。眠るのスペースがないんですよね、ネコアラに関しては。だからこれで寝言、Z 寝言って眠るが選ばれるってことがないんで、結構ね、この相性はいいんじゃないかなと。Z 寝言とネコアラはやっぱ、もうそれ打つためだけに生まれたんじゃないかという説もね、なくはない。最初、不所定で引いてたからな、殻を破るなり、なんなり持ってると思うんで、不意打ちはやりづらいと。不意打ち打つんだったらもう普通にね、やっちゃえばいいんで、殻破る持ってた、はいはいはい。助けもないからな。まあ、言うと今耐久がある方か。次のターンに不意打ち見せると。ネコアラって不意打ち意外と知られてないんですよね。そこもまたでかいかなと。お、ハーブ？ハーブね、なるほど。助けではなかった。じゃれつく。急所に当たりやすいと。オッケーオッケーオッケー。で、A が下がる。リミットシールドで、攻撃が上がってる。ただお相手からしたらね、もう一発殴ればいいだろうって思ってるかもしれませんよ。いや、ここで、不意打ちがね、通るんですよ。通っていいよな。あと、不意打ち打つだけですよ。不意打ち。はい、対戦ありがとうございました。これがね、ネコアラ。九州上がった後の不意打ちって結構いいんですよね。というわけで、まあ、やっぱ、ネコアラのね、強さってことで。対戦ありがとうございました。ゴロンが強いね。はい。はい、はい、はい。はい。ってことでね、行きましょう。対戦よろしくお願いします。ってことでね、さあ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 。エンニュートか。エンニュート出てこれるか、これ。そうですね。まあまあまあ、アマージョとかエンニュートとかいるんで、お相手、俺と逆パターンなんですよね、これね。俺は上4匹をメスでまとめる。お相手は上4匹をオスでまとめる。そう。まあ、だからどうしたって話なんだけど。まあ、行きましょう。そうですね。まあ、ショって意外とネッコアラありか。ネッコアラ意外とあり。ネッコアラのあり加減は多分ある。で、ランタン連れて行きましょう。ネッコアラ、これが俗に言うネッコアランタンってやつです。コアランタン構築というね。そう、コアランタンという、あの伝説の。そして、カイロスか、スカイスキンが厄介だからな。格闘の通りいいですもんね。こうスカイスキンの通りいいですからね。ゴローニャあげましょう。初手ゴローニャがいいのか、いいのか、これ。やべ。ゴローニャ、ランターン、ネッコアラ。そう、コアランターン。俗に言うコアランターンというやつですね。でも逆にコアランターンのね、この強さ。そう、コアランターンのオーストラリアバージョン。そう、オーストラリア統一。ここが重要ですね、今回ね。コアランターンで行くオーストラリア統一ということで、行きましょう。対戦よろしくお願いいたしますということでね、こっち初手ランターン。さあ、お相手の初手は生拳。この出し勝ちなのか出し負けなのかわからない、この状況。おい、OK。な、まあ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 、放電。一応、放電打っとくと、裏にね、引けるポケモンというか、電気を流せるポケモンがいないの、流す。まあ、出てきたアマージョなんですけども、こう電気を受けられるポケモン、無効化できるやつはいないので、まあまあまあ、アマージョが出てくるか、ドラゴン。ドラゴンの名前がわからない。ジャラ、ジャラ、ジャラ、ジャラが出てくるかなん、あ、出ない。オッケーオッケー。まあ、飛び出す中身でね。も、助け？あ、なるほど、なるほど。そういうことね。うん。なるほど。めっちゃびっくりした。でも、いらないんだよな、ランタン、正直。いる？正直、ランタンはいらないんですよ。めっちゃびっくりした、今。まあ、これで、ランタンやられますけども、別に、今、ランターンが必要かと言われたらそうでもないので、逆に言うと、
そうですね、コアラの通りが良くなったとしか言いようがないんで、大丈夫だよね。拳がいないだけでコアラの通りはいいから、まあまあ問題はないはず。厄介なやつ、コアラ的に厄介なやつって誰？カイロス。言うてその程度。まあ行きましょう。だからカイロスもね、先にゴローニャの方で何とかしてしまえば、なんとかなるんで。そう、なんとかなるんですよ。なんで、まあ大丈夫かなと思うんですけども。さあ、ランタンからってことでね。さあ、放電で。まあ、このままね。綺麗に、共倒れしてもらって。残ってないよな。一瞬残ったかなと思ったけど、ね、痛み分け食らってるからね。まあまあまあ、OK と。さあ。とりあえずゴローニャで次起点作っていきましょう。さあ、この丸い丸い丸いゴローニャ、今夜は食べてあげないのにやと、そういうやつですね。あーおい全然歌えない。行こう。おいらあーダメだね。時間差でいけばいけるかなと思ったけど、無理ですね。さあ、これ結構悩んでる。まあまあ、こっちのね、よくわかんないポケモンがいますから、確かに悩むのはしょうがない。なんでお相手、ゴローニャなんだ、まあ、ゴローニャはわかんないけど、なんでお相手、ランタンを消したんだと。ランタンがいなくなって、大丈夫なのかと。ゴローニャから行きましょうと。さあ、お相手の、でもカイロス、なるほどね。なおさらですね。さあ、メガ進化してアタックしてくるんでしょうけども、ここはステルスロック巻いちゃいましょう。まあ、ロックブラストがあるから引くっていう可能性も十分ありますけども。ほら、まあ、メガ進化するんですよ、当然。守るとかもないでしょうからね、今の環境ね。だカイロス、初ターンから S が速くなってるからな。だいぶ強いよね。そう考えるとね。さあ、アタックしてく、守るか。ほう。まあ、岩技読み守るっていうのはあると思うけども。まあ一応ね、カイロスはもう S が高いから、守るをね、ただ、結局岩対面だから、まあ守るは割と普通にあるのかな。さあ、カイロスの攻撃を見せていただこう。さあ、こっちからね、河原割り、はいはいはい。壁環境をね、打破する河原割り。さようならカイロスってことでね。さあ、裏のポケモンは一体誰なのか。エンニュート白い。ラブラブボール。驚きの白さ。圧倒的な柔らかさ。エンニュート。素晴らしいですね。エンニュート素晴らしいね。へぇー。すごいな。ラブラブボールから出てくる、おしゃぼエンニュートって、おしゃれの極みですね。あ、でも、白いエンニュートだったらプレミアボール入れたいな。カイロス、はい。ステロが入りますと。ね、コアラの出番、知らんだ、そんなもん。あ、雷パンチでよかった。まあいいや。でも結局、ね、コアラでも活躍させたいから、ここでやられてしたとしても仕方がない。あ、カウンターでもよかったのか、もしかして。いや、ロックブラザー当ててくれよと。当ててくれますと。素晴らしいね。こんな素晴らしいことがあっていいんですか。あっていいんですよ。さすがカイロス。対戦ありがとうございました。いやー、いいね、ゴローニャ、いいね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございましたってことでね。はい、ネッコアラです。ネッコアラ。ネッコアラなんですけど、まあ寝言が使えるってことでね。はい。寝言で、眠らなくてもまあ寝言使えるっていう、まあ結構、絶対眠りっていうまあ特性のね、そういうとこなんですけども、まあ普通に使うんだったらね、それこそ技持たせりゃいいだけなんで、技が選べなくなるんで、まあ寝言普段は必要ないんですけども、Z 寝言にすると吸収率がアップして、でまあ全部どれかが Z 技になるんで、まあ結構ね、いいんじゃないかと。半減でも急所当たった Z 技だったら大半は持っていけるっていうか、半分以上絶対入れられるんで、そういう風になるっていう点では、まあ確かにこういう
ネコ、ネコーラは確かに結構使えるんじゃないかなと思いました。そうですね。まあ、技構成は一応これにしてるんですけど、まあ、ウッドハンマーあったりとか、そういう点の方が使いやすいのかな。まあ、タイプ1で打てる点では暴れる威力190になるんで、暴れるにするなり。まあ、急所当たった暴れる威力190の技なんでね、ほぼ持ってきますから。ウッド、技範囲のためにウッドハンマーにするか、まあ、暴れる入れるか、にするか、そんな感じですかね、はい。というわけで、まあ、ネコアラ、Z ネコとネコアラってことで、今回は。ここまでご視聴ありがとうございました。